ゆうすけなんか韓国のおばさんにブチギレられてたね、一人で。あれはよくわかんないね。ということで、はい、どうもワイキホボゆうたです。ゆうすけです。ということで、おはようございます。こんにちは。こんにちは。ということで、本日の動画は？なんと以前一緒に動画を撮った今は何しにハワイ、何しに日本やね、ハワイでかぐだぐだ。ユミコグリーンさんがまたですね、おかわり動画ということで、今回なんだっけ、ハワイアナバトラン、アナバトラン、俺たち何もわかんねえのかよ自分たちの動画ということでですね、今回また同じくですね、この前ね、撮影したね、あそこ、ショーズキッチンの真下にあるのかな、多分そこにちょっとね、ちらって見ちゃったんで、そこかなって。ちょっとじゃあ入ってこっか、ファームハウスカフェっていうらしいよ。はい、行ってきましょう。行きます。行ってみますか。なんか行きましょう。なんか入ってったよ。こんにちは、お久しぶり。Hi, nice to meet you. Aloha. My husband, John. John, nice to meet you. Guys. Farmhouse Cafe. Farmhouse Cafe. ということで、新しいお店ですよね。そうなんです。ここが初めてで、ヨーロピアン、ハワイで初のヨーロピアンスタイルカフェ。ここはすごい新しいね。そうですね。ということで、まあ。あやかるということですね。楽しんでいきましょうよ。はい、じゃあ早速、じゃあ僕も座りますじゃあ。座ってます。はい。So the owner is friend of you, your friend? Yeah. So we both live in Maui at the same time. Oh, I see. He had a restaurant over there, but actually he was my every Tuesday sushi bar. Tuesday? No taco Tuesday. So they asked me, thank you, this time to finish. Like, I was there for two semesters. And...こちらのコーヒー、多分ハワイで飲んだ中のコーヒーで、美味しさナンバーワンに入ってくるような味でした。マウイのお豆を使った、この店のためにブレンドされているものなので、とても味が良かったです。とても新鮮な味がしました。見てませんね。ちなみに僕オーダーしたこれコーヒーなんだっけ、コーヒーだっけ、アイスコーヒーで、よくもアイスコーヒー、これもアイスコーヒー、両方ともアイスコーヒーだけどめっちゃうまい、なんか全然酸味がないって、マウイ島のすごいよこのコーヒー、ということでマウイ島のコーヒーで、ということで僕はサンドイッチ頼んで、ヨウスケはスープ頼んで、ユミコさんはただのスープじゃないから人参スープだ、後で言ってくださいよ人参ジュース頼んだよ、陽介が、まあ、ということで食べ物来る前に飛ばしたいと思います。アナバトラというのは何かというとですね、 YouTuber さんとコラボをさせていただいた You は何しにハワイの次に絶対必ずある、その彼らの好きなアナバトラ、ハワイにあるレストランです、アナバレストラン、はい、紹介してもらうんですけど、僕たちはまあただ食べいただくっていう、はい、まあでもこれはですね、一人を除いてなんですよ、実はキャサリンを、キャサリンにおいてはですね、おるでしょって言われて、すいません、終わります。キャサリン面白いね、1年ぐらいあるけどね、ないね、持ってないかな、ないね。スープすごいね、フレンチのやっぱシェフの人ですよね、だからすいません勝手に取っちゃって、はい、ね、美味しそう、食べてくださいね先に、本当はこぼしだけどキャロットにしてるわ。はいですね、僕幼稚園でね、ねみんながね、お母さんの一番好きな手料理は何って言われる、僕だけで一人人参スープって書いてますよ、ね、みんなハンバーグとかステーキとか反応してよ、
ていう嘘でしょ。本当はかぼちゃなんだけどね。人参も好きやな。はい、じゃあ、いただきます。一番好きな食べ物いただきます。うまい。熱い。てかめちゃめちゃ熱いと思うんだよ。そうだね。Oh my gosh, really good. Really, really good. I like the soup too. すごいね。やっぱりいろんな味が。多分人参も入ってる。人参もそうなんだけど、なんだっけ、玉ねぎとかすごい甘いですよ。で、自然な味がすごい効いてて。パンとかにつけたらめっちゃうまいじゃない。ちょっと、パンも。パンも美味しい。パンうまそうだよね。俺も思った。なんかいいちょっと焼き具合が入ってますわなと思って。美味しいです。美味しいですか。はい。ゆっくり食べてます。これから。いつも俺たちの食う飯とは違うね。そうなんだよ。全然違う。おしゃれじゃん。はい。食い方わかんないですか。それみたいな。あ、oh, looks so good。あ、これが例のサイドの追加のね。はい。めちゃくちゃうまそうこのポテト。I'm gonna get you a little gravy as well. Just in case I want to try one. 全然ご自由になる。俺もうどっから食べていいかわかんねえわ。ミルフィーユみたいになってるね。重なってんだよね、なんかいろいろと。うん、一番うまい。確かに。一番うまい。一番うまいポテト。美味しい？めっちゃうまい。いいじゃん。なんだろうね。ビーフですね。和牛って書いてた。あ、そうなの。うん。何？これやるよ。これくれんの？うん。これね、めちゃくちゃうまい。ちゃんとビクルされてる。めっちゃうまいただね。すごい。これあれだわ、一番うまいわ。一番うまいわ。あのさ、玉ねぎ僕手のひらで食べたんだけど、ちゃんとピクルされてるよね。見て手作りで。 100% 肉。こういうの好きで。待って待って、わかる。変なの入ってないのが好き。直でくるやつ。でね、ここすごいね、うん、このね、これ、うん、ポテトなんだけど、このポテトがめちゃくちゃうまいのよ。あのさ、グレイビーがあるじゃん。ここにグレイビーがあるんですよ。しかもグレイビーちゃんとさ、それフレンチのグレイビーって言うの。うわ、なに、すごいな。すげえすげえ。うわ、それはうまいだろう。あ、正解です。間違いないよ、それは正解です。これはもう本当にこれだけでいいもん。気づいちゃった。めっちゃ逆光。まあいいや、大丈夫です。あのね、じゃあ OK で、こんばんは。うちのエンディングがありますので、待てよ、待てよ、待てよ。めちゃくちゃ穴場となすぎて、俺たちが絶対近寄らないレストランすぎて、美味しすぎて何も喋りたくないっていう。リピートしますね、僕たちはこれ、個人的に。ということでね、本日の動画、ユミコさんのアナバトランということで、お名前はパンパンスカフェ。こちらにもクレームとフレンチトーストありますけど、こちらはですね、ユミコさんのチャンネルを飛んでいただいて、概要欄に付けておきますので。ということで、本日の僕たちの動画を気に入ってくれたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。めっちゃうまいわ。ゆみこさんのチャンネルも概要欄に入ってるので、皆さん飛んで見に行ってください。お願いします。バイバイ。I see trees are green, red roses tooI see them blue for me and you, and I think to myself, wonder, wonderful world.